アレックス・カブレラ、アレキサンダー・アルベルト・カブレラ、アレクサンドロ・アルバート・アレックス・キャブレラ、1971年12月24日帯は、ベネズエラ・モナガス州、カリピト出身のプロ野球選手、内野手。右投げ右打ち。2015年現在は、ベネズエラのウィンターリーグ、リーガ・ベネソラーナでベースボール・プロフェッショナルのティブロネスデラ、グアイラに所属している。 5月1日にシカゴカブスとマイナー契約を結ぶ。カラメジャーリーグ参加で5年間プレーするも、A 級が最高だった。12月16日に放出された。カラメキシカンリーグのメキシコシティタイガースでプレー。シーズン途中にミナティトランポトロズへ移籍。11月14日にタンパベイデビルレイズとマイナー契約を結んだ。メキシコシティタイガースへ復帰。 10月16日にデビルレイズを FA となった。は、台湾の中華職房、カズノブホエールズでプレーした。1999年12月14日に、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。は、ルーキー級アリゾナリーグダイヤモンドバックス、a a 級エルパソディアブロス、a a 級ツーソンサイドワインダーズ、MLB のダイヤモンドバックスの4階級でプレーする。 特に AAQ エルパソでは53試合で打率。382.35本類がアップス1.438の活躍を見せ、トリプル AQ ツーソンでは21試合で28、282.4本類がアップス867、6月にはメジャー昇格を果たした。メジャーでも初打席初本類打デビューするなど活躍していたが、徐々に失速し、打率。 263.5本塁打、アップス、799でシーズンを終了する。2000年シーズン終了後の12月7日に、ダイヤモンドバックスの監督交代をもって、西武ライオンズへ保有権上とされた。64試合で30本塁打に到達というプロ、野球体記録を作るなど、NPB1 年目の最多記録となる49、本塁打を放つ。 同期入団のスコット・マクレーンとのコンビもツインバズーカ法として話題に行った。三振もリーグ最多だったが圧倒的な長打力で日本プロ野球界を席巻した。同年のオールスターゲームにも出場し、第一戦は5番一塁一種としてスタメン出場。第二戦は6回に小笠原道博の代打として登場し、前世3番手の伊川慶、阪神タイガースから。 横浜スタジアムの場外に飛び出す、本塁打を放った。は6月に、腰痛で、出場登録を抹消。前年に比べ本塁打のペースが上がらなかったが、7月1日から、来日初の4打席連続本塁打を放つなど、7月は11、本塁打を放ち、8月2 5本塁打、9月2 0本塁打を記録し、史上初の3ヶ月連続2桁本塁打を記録した。 9月10日の大英戦で、史上最速のペースで、球団新記録となる50号を達成し、3日後には51本目の本類打を放ち打率。335、109打点で初めて3冠1位となった。135試合目、出場は123試合目となる10月2日の近鉄戦、西武ドームで岡本明からソロ本類打を放ち、 王貞春とタフィローズが有していた、当時の日本大記録となるシーズン55本塁打に並んだ。このシーズンは高めに、ストライクゾーンが広がる、いわゆる新ストライクゾーン導入もあり、同年限り廃止、リーグ打率は、00年代では、最も低い。255、リーグ総本塁打数も前年から150本以上、減少するなど、打低化が顕著であったにもかかわらず、打率。 336、リーグ2位、55本類打、リーグ1位、115打点、リーグ2位、四給数100、リーグ1位、出塁率。467、リーグ1位、長打率。756、リーグ1位、アップス1.223、リーグ1位を記録するなど、好成績を収めて、西部のリーグ優勝に大きく貢献し、パリーグ MVP にも輝いた。 読売ジャイアンツとの日本シリーズでは全試合4番でスタメン出場。このシリーズで西武は巨人に4連敗のストレート負けを喫したものの、カブレラは第1戦で上原浩二、第2戦で岡島秀樹から2試合連続本塁打を放ち、このシリーズで大きく低迷した西武打線の中で一人気を吐き、関東選手賞を受賞した。日米野球第6戦の試合前には、 米ー者社に対して、エージェントが今、4チームと話をしていると発言。カンザス式ロイヤルズ、アトランタブレーブス、オークランドアスレチックス、ボルチモアオリオールズの名前を挙げ、できれば来年メジャーに行きたい。けれども日本にいる可能性もあるから、と発言していたが、最終的に西部に残留。落合博光が1985年と、その翌年に達成して、 以来史上二人目となる二年連続50本塁打を放ち、三年間で150本塁打以上を記録した、史上初の選手となった。同時に二年連続打率3割、入団から三年連続での100打点も達成。しかし、タフィローズの51本塁打には及ばず、本塁打王は逃した、50本塁打を放ちながら、タイトルを逃したのは、史上唯一。月のオープン戦で、 大阪近鉄バファローズの山村博樹から支球を受け右腕を骨折前半戦の大半を棒に振ったが驚異的な回復力で4ヶ月後の6月後半に復帰し64試合の出場で25本塁打さらに同年より導入されたパリーグのプレイオフでも北海道日本ハムファイターズとの第一ステージ第3戦に逆転満塁本塁打を放つなどリーグ優勝に貢献 中日ドラゴンズとの日本シリーズでも3本塁打を放った。は3度目の打率3割、リーグ3位の92打点、36本塁打を記録。リーグ最多の15敬遠、2位はフリオズレータラの6と、勝負を避けられる場面も目立った。6月3日の対横浜戦、インボイス西部ドームの2回、三浦大介から放った打球は、リフトの屋根に当たって、左中間のグラウンドに落ちた。 これは、インボイス西部ドームのグラウンドルールにより、認定本塁打とされた。打球が直撃した屋根の鉄骨部分には記念プレートが取り付けられた。7月11日のタイロッテ戦、インボイスの2回に、小林博之から来日205本塁打を放つ。538試合での200本塁打は、ラルフ・ブライアンと、元、近鉄の578試合を大きく更新する。 最速記録となった。は、小笠原と同点、百打点で、自身初となる、打点王のタイトルを獲得した。三冠王を狙える位置にいたが、本塁打は、小笠原に一本を及ばず、打率は、松中信彦に九輪を及ばずにどちらも二位だった。8月7日の対日本ハム戦で、木下達夫からラン本塁打を放ち、木下が、亀田幸喜に似ていることから、 8月2日のボクシング、世界戦のカメダ対、ランダイタ戦での借りを返したという報道があった。カブレとランダイタは、ベネズエラの同郷だったため。なお、ボクシングの試合の翌日である3日には、報道陣に対して、アンビリーバブルな判定だ。と声を荒らげていたが、知り合いなのか。と記者団に聞かれると、実は、全然知らないと苦笑していた。シーズン中、スポーツ紙で、 たびたび遺跡を考える発言をし、巨人や中日といったセリーグの球団に売り込むような発言が目立ったが、2007年の9月に契約がまとまれば生涯セーブでもいい、またこのチームで現役を終えたいなど、以前の確執は解消されたような報道がされた。4月29日のタイロッテ戦、グッドウィルドームで、ナルセヨシッサから来日2 5 5号本塁打を放つ。 733試合での250本塁打は、元近鉄のラルフ・ブライアントに並ぶ最速大記録となった。7月に故障で欠場するが、7月31日の本拠地、グッドウィルドームでの対日本ハム戦で復帰した。しかし、復帰後は調子が上がらず、一時はリーグトップに立っていた打率も徐々に下がり、打撃3部門において前年から大きく数字を下げてしまった。 来日後規定打席に到達しながら30本塁打に達しなかった初のシーズンとなり、不動の4番の座も GG 佐藤に譲ることもたびたびあった。それでも打率、295、リーグ8位、27本塁打、リーグ3位、81打点、リーグ5位で打点と本塁打はチームトップだった。得点圏打率はチームトップの331を記録。 4年ぶり3度目のベストナイン、一類種部門を受賞した。10月30日、セーブライオンズがカブレラとの翌年の契約を結ばない、方針であることが、明らかにな、11月30日付で自由、契約公示された。自由契約後はオリックス・バファローズが獲得に乗り出し、交渉を行ったが、薬物疑惑、口述により交渉は難航した。 1>, 1月9日にオリックスと年俸2億5000万円プラスで来高5000万円の単年契約で正式に契約を交わし、西部時代に3年連続で本塁打を争ったかつてのライバル、ローズとも同僚となった。背番号は西部と同じ42に決まった。それまで42をつけていた清水明夫投手は13に変更となった、メディカルチェックで薬物の陽性反応が出たら、 契約を破棄できる契約となっていることも話題となった。春先は極度の不振に陥ったが、月が経つにつれて徐々に調子を上げていき、5月9日の対西部戦で岡本真也から本塁打放ち、史上3人目のセパ13球団から本塁打を達成。6月14日の対中日戦では、9回裏に岩瀬一則から逆転サヨナラにランを放ち、 それまでサヨナラ本塁打を浴びたことのなかった岩瀬に、初のサヨナラ本塁打を浴びせた。8月は、月間で4割の打率を残し月間 MVP を獲得するなど、チームの A クラス入りに大きく貢献した。8月20日の大楽天戦、スカイマークスタジアムで、青山工二から来日300号本打を放つ。934試合での300本塁打は、 田淵光一の1072試合を大きく更新する最速記録となった。10月29日に自身初となるゴールデングラブ賞を受賞。ただし該当の一類種部門は該当者なしが3票と最多であったが、有効投票数である143の過半数、72以上に満たなかったために受賞し、カブレラの得票は40票であった。オリックスの一類種が、 ゴールデングラブ賞を獲得するのは1987年のブーマーウェルズ以来だった。第2回 WBC ベネズエラ代表候補に選出されるが最終メンバーから落選。4月23日の大西部戦、京セラドームの1回裏に三塁走者としていた場面で打者、後藤高村のファウルボールが右足小指入撃し、全治2ヶ月の骨折を負った。 7月7日の対ソフトバンク戦で一軍復帰を果たし、この試合で大隣賢治から決勝打を放った。この月は出場全試合で安打を放ち、月間打率409で自身6度目となる月間 MVP を獲得した。8月7から9日に行われたチームイベント BS 大阪夏の陣にて外国人選手の名前に漢字を当てる企画の中で、 台湾時代の登録名のありきし再び使用された。8月7日の対ロッテ戦で球審に対して暴言を吐いたとして通算6度目、オリックスとして賞の退場処分を受ける。9月19日、左胸から背筋に痛みを訴えて再び登録抹消。65試合の出場、13本塁打39。打点はいずれも来日後最低だった。 7月19日には一軍登録日数が8年に達し、国内移籍が可能なフリーエージェント資格取得の条件を満たしたため、翌年より外国人枠を外れ、日本人選手扱いとなった開幕戦のスタメンから外れた。4月24日に左脇腹板で登録抹消され、その後一軍に復帰するも5月19日に左太もも裏を痛めて、 再び登録抹消された。7月30日の大楽天戦で通算4戦、打数に到達し、大阪春の634に次いで歴代2位となる長打率614を記録した規定打数に達し長打率で6割を超えたのは大戸カブレラのみ。3位は松井秀樹の582、112試合に出場し、打率。 331、24本類が82打点リーグトップのアップス997という成績を残したが、オフの残留交渉では、複数年契約を求めるカブレラ側と、単数年契約を埋める球団側とのねじれが生じ、球団から自由契約を講示された。 1>, 1月5日にソフトバンクと2年総額3億6000万円プラス歴高で正式に契約を交わした。背番号は西部、オリックス時代と同じ42に決まった。4月15日の対西部戦にて、藤田太陽からチーム第一号となる、サヨナラホームランを放った。また、5月14日の対西部戦で、通算355本塁打を放った。しかし、 シーズン中は度重なる故障に加え、この年より導入された統一級に苦しみ、最終的に打率。225、10本、35打点と、来日以来最低の成績だった2009年の記録をさらに下回ってしまった。開幕は故障もあり、2軍スタートとなった。7月24日、球団より対談が決まった旨の発表がなされた。二千十二年十二月、 母国ベネズエラのウィンターリーグ、リーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのティブロネスデラ、グアイラに所属し、レオネスデルカラカスの保守である息子のラモンと待望の初対決。1打席目に本塁打を放ち、ホームベースを踏んだ直後にユニホームを脱ぎ、ラモンに投げ渡し、現役引退を表明した。の、ウィンターリーグで、現役復帰。前年に続き、 ベネズエラのティブロネスに所属し、同リーグのシーズン本塁打記録を塗り替える活躍を見せた。1月にはオリックスが前年限りでソフトバンクへ移籍したリオーハルに代わる4番として再獲得に乗り出していることが報じられたが、同月29日にユニエスキー・ベタンコートを獲得したため復帰するとはなく、メキシカンリーグのベラクルス・レッド・イーグルスと契約。しかし、 4月24日に禁止薬物のステロイドを使用したとしてメキシカンリーグから永久追放されたが潔白を主張し後に調査の結果処分は解除されたこのシーズンもウィンターリーグではベネズエラのティブロネスでプレーは。は所属球団なく10月からベネズエラのウィンターリーグでプレーしこのシーズンもティブロネスに所属2015から2016シーズンで 本塁打王と打天王の2冠、MVP を獲得。打席で構える際に言っていた背中を後方に反る独特の構えが特徴で、その構えはカブレラが、西部時代に高校生であった平田良介や中田翔も模倣するなど、全国の高校球児にも伝播するほどの人気おったが、オリックスに移籍した2008年頃からは、持病の腰痛のため、反らずに担ぐようになっている。 2010年までは年単位での打撃不振が一度もなく日本球界を代表するホームランバッターの一人として不動の地位を確立していた強打者。アッパースイングからの豪快なフルスイングが魅力のパワーヒッターだがバットコントロールも極めて巧みで走者がいる場面では広角に打ち分けることもできる上、ここぞという場面ではコンパクトなスイングや持ち前の反射神経を活かした。 単打狙いのバッティングができる器用さも備えており、規定打席に到達した年では7年間で5度の3割をマークしている。強靭な筋力で打球を上方向に打ち上げる打撃をするために特大の本塁打が多い。2002年に放った全55本塁打の平均、飛距離は133.9メートルで、これは同年セリーグで本塁打王に輝いた巨人の松秀樹の 全50本塁打の平均飛距離の122.6メートルを10メートル以上も上回る数値であった。しかし特大すぎるがために、ドーム球場の天井に打球が直撃し、本塁打を損したエピソードが多数存在する、球場のルールによってまちまちだが、ルール上、天井に当たった打球は、そのままフライとして、プレーが続行される。札幌ドームの完成以降の天井に当たった6度の、 打球はいずれもカブレラによるものであり、天井に当たって二塁打になった際には、間違いなく200メートルは飛んでたね、とインタビューで答えたことがある。東京ドームで天井にぶつけた打球は、外野のレフト近辺のフェアゾーンに落ちたが、東京ドームのローカルルールにより、天井に当たってフェアゾーンに落ちてきたボールはそのままインプレとして扱われるため、記録上はヒットとなった。 この打球の推定飛距離は200メートルとも言われている。2012年終了時点で通算化370.86、XR は357.50は、外国人枠の選手では、歴代2位、2002年の化82.31、クイーン8.83は、王貞治を除けば、シーズン歴代2位、XR プラス75.20、ズイン7.95は、王を除いて、 シーズン歴代1位を記録するなど、決出度において歴代屈指の打者である。来日1年目には4試合右翼首を守ったこともあるが、以降は主に1塁を守る。守備範囲は狭く動きも俊敏とは言えないが、グラブ裁きは柔らかく、補給の能力には定評がある。一方で投手との連携、送球、バント処理などの際に、 雑な動きが見られるなど集中力を欠くこともある。守備でリズムを作るタイプであり、補給能力には自信があるため、指名打者での起用を拒否したこともある。家族は、夫人との間に一男カズがいる。長男のラモンカブレラは2015年9月に、新シなキレッツでメジャーデビューを果たし、親子二代でメジャーリーガーとなった。ラモンは、 マイナー時代の2011年にフロリダステートリーグの首位打者を獲得している。西武対談後、両腕に派手な入れ墨を施した。2011年のソフトバンク遺跡以降は3分の1ほどの試合で入れ墨を隠す黒いサポーターを両腕にはめて出場することがあり、ソフトバンク首脳陣から入れ墨を露出してのプレーに苦言があったとの説もあったが、 ヤフードームでの主催試合でも入れ墨を露出して、出場した試合も多く審議は不明である。シーズンオフにはベネズエラで開かれる、ウィンターリーグに参加している。カリビアンシリーズ制覇に貢献したこともあり、また、この参加がもっぱら自主トレ代わりのオフシーズントレーニングとなっているようである。しかし2006年オフは、母親の体調不良もあり、同リーグにほとんど参加しないまま来日。 翌年の開幕は、オープン戦を含め部長のスタートとなった。2007年に放送された、プロ野球握力王決定戦という企画では右手 68.4kg を記録。異常に筋肉が発達した体型。2005年頃から、体が一回り小さくなり、筋肉増強剤の服用をやめた時に見られる現象。本類だの数も減少したこと等から、 薬物使用が噂されている。これに対しカブレラ本人は体が小さくなったのは足への負担を減らすためにダイエットを行った結果だと説明している。2007年12月13日、ミッチェル報告書の中で薬物使用の疑いがある選手として名前が挙げられた。それによるとカブレラがダイヤモンドバックスに在籍した2000年9月、球団のクラブハウスに届いた。 カブレラ宛ての荷物にアナボリックステイロイドと数百錠の錠剤、後に市販の痩せ薬であることが判明があるのをクラブハウス係員が発見。カブレラには荷物が紛失したことにしてコミッショナー事務局に報告した。その後、事務局から依頼された麻薬取締局が薬物を検査している間に選手契約がセーブライオンズに譲渡されたとしている。2014年には 薬物使用疑惑により一時メキシカンリーグを永久追放されていた。日本野球機構関係者によれば一年間全く活躍していなくて急に2013年のウィンターリーグで打ち出したら間違いなくドーピングをやっているなと思ったと当初から疑惑の目を向けていたという。カブレラ本人は移籍を希望していた自分を他チームでプレイさせたくない幹部の作り事だ。 罪は犯していないと潔白を主張し、その後のリーグの調査の結果処分は解除された。西部時代、文化放送ライオンズナイターの企画の一つとして、発泡スチロール製のカブレラ地蔵が作られたことがある。その後、所沢の石材会社が、本当に、石で作ったカブレラ地蔵を寄付、西部道具の入り口横に建てられていた。年月日、 当人が対談したことを理由に、地元の管主による、御礼払いの儀式を受けて撤去された。地蔵の受け取りを、カブレラやオリックスに打診したが、拒否されたために以後は、球団事務所によって保管されている。その後カブレラが一時不審となったために地蔵を渡して、欲しいと、オリックス側から要請されたが西部は拒否。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。